い、キムスをデーブル吠えてきたいと思います。今日はですね PTR サーバーにいるんですけど、テストサーバーですね。ここでついにルーンが解放されまして、ルーンがどんなものか実際に使って分かりましたので、それをみんなと共有していって、みんながシーズン6始めるときにだいたいルーンこんな感じやなっていうのがね分かればいいなというところで動画やっていきたいと思います。それでは本日目次いきましょう。1つ目新システム、2つ目ルーン、そして最後にまとめやっていきましょう。でまず1つ目にこのルーンっていうね、新しいこのアイテムっていうか、その新しい宝石みたいな役割のやつなんだけど、これ前提条件 DLC のシーズン6で来る DLC スピリットボーンが同封されている象の器を買わないと、 DLC 購入者じゃないとこれ対応できませんっていうか、実装されません。なのでちょっとペイトゥーウィンになるんだけど、DLC 購入が必須です。はい、ただもう正直もう公式自体は大きく舵を切って、この新しいエリアで遊ぶのも全て DLC が必要になってくるので、まあ DLC はこの先ディアブロを遊びたいという風な形で強い勢いというか情熱というか楽しみたいのであれば購入が必須かなっていう形にはなってますねっていうところなんで、そこがちょっと大前提になっていますので、それを踏まえてシーズン6にやってくる新しいルーンというシステムについてみんなと共有していきたいと思います。このルーンというシステムめちゃくちゃ面白いし、めちゃくちゃ強いから、というところで早速メインテーマルーンやっていきましょう。でルーンまず何って話なんだけど、ルーンはこれです。これになってます。で新しくこれルーンなんだけど、インベントリも新調されてて、今までさこの装備のとこのタブ、ここってさ3つぐらいしかタブなかったのが分割で4つになってます。でその中でこのソケットにはめ込み可能っていうスロットができて、そこがルーンと宝石の場所になってますっていう感じですね。なのでまあこういうところに溜まっていくと、拾ったらでどこでドロップするのか、ドロップは基本的にいろんなところで落ちます。ボスとかなんかダンジョン攻略報酬の宝箱とか、そういったところで落ちます。トレゴブとかでも落ちました、 PTR でっていう感じなので、まあ宝石のレアみたいな感じ、宝石もいろんなところで落ちるじゃん。でそれのもっとちょっとレアみたいな、そんな感じですねっていうところです。でまずポイントとしてはスロットが2つ以上ないといけないので、アクセサリーにはつけれないですっていう感じなので、頭、鎧、腰、両手武器みたいな感じかな。なのでそこにつけていくというような形にはなっておりますねっていうところなんで、まず大前提としてはそんな感じですね。基本的には2つスロットある防具とか武器に宝石の代わりに新たにつける新しいですね、まあ、そのソケットに入れるアイテムと。じゃあ何の効果があるのかっていうと、例えば、まあ、宝石だとさ武器に入れたら攻撃上がったりとかさ、いろいろあるじゃん。で防具にトパーズ入れたら知力上がったりとか、他のクラスのスキルを使えますっていうのがめちゃくちゃでかいので、これで例えばウォークライとか強かったやつはね、普通にシャウトを使えるのね、バーバリアンので、シャウトを使いながら攻撃力と移動速度を上げてで殴れるみたいなのがあるから非常に強いですっていうところなんで、あとはソーサラのテレポートとか、あとはドルイドのさ障壁展開するなんだっけ、石の守りだっけとか、そういったものとかがあります。であとはダークシュラウドとかイントンとか、いろんな各クラスのスキルが別のクラスで使えるっていうのが本当に大きいっていう形になっててっていう感じなんで、これがビルドに組み込まれるとかなり別のシナジーとか、とりあえず強えっていう、そういう話になってます。なのでここら辺が大きなポイントかなっていうところですっていう感じなんで、このルーンっていうのは新しいスキル、まあ、何でもいいんだけど、新しいスキルで例えば次の回避がソーサラーのテレポートになるとか、あとはバーバリアンのウォークライを使うとかっていう感じになるから、これがめちゃめちゃ強いのよっていうところで、ここら辺が本当に有能だよねっていう風な形になってますねというところなんで、じゃあまあ具体的になんだけど、まあこれの使い方っていうか、その使った時どうなるのかとか見ていきたいなというふうに思います。でじゃあ実際このルーンを発動するのってどういう風に使ってったらいいの、具体的な使い方についてみんなと共有していきたいと思います。で使い方はですね、基本的にルーンって2種類あるんですよ。で形でわかると思うんだけど、なんかねそのモンスターボールもさ、なんかこう上と下で赤と白でさこうカチッってなるじゃん。なのであれと同じ感じで上部分と下部分で存在してて、上と下2つで1セットで組み込まないといけないから
ソケットが2個以上ないといけないっていう形です。でちなみにルーンをつけれるのはあの2セットまでです。なので今1セット鎧につけてるじゃんルーンを。だからもう1箇所にしかルーンはつけれないっていうのがポイントかな。で発動に関してはこの上の部分上向きのルーンがあるんだけど、これが儀式のルーンっていう風にあの言います。でこの儀式のルーンによって供物っていう完全なる固有名詞なんだけど、要するに聖髄とか土器とか、まあ、MP マナ、まあ、そういったところの MP をまずあのレジェンダリーの儀式のルーンってこれ書いてあるんだけど 0.3 秒間歩行および回避禁止で、まあ、じっとしとくとどんどん供物が溜まっていくみたいな、そんな感じになってます。供物要するに MP ね。でここで MP を貯めたら次使うのが、まあ、下の、 あの部分になるんだけど将来のルーンっていう形になります。なのでそういった使い方をしていくっていう形、将来のルーンでいろんなスキルを使う。で、まあ、これは別にねあの特殊スキルなんだけど8秒間スキルのクールダウンが4秒短縮とか、あとは別クラスのスキルで言うとウォークライ使えるとか、8秒間全スキプラ3とか、次 の、 あのスキルがオーバーパワークリティカルオレンジの文字のやつに確定になるとか、クソ強いよねこれっていう感じになるから、こういったのがいろいろできるっていう形になるので、基本の形態としては、まあ、5メーター移動して供物を獲得したり、ライフが多い敵をあの攻撃して、10の供物をゲットしたりとかで 0.3 秒間止まってるととか、そういったものがありつつ、その中で、まあ MP を貯めてって供物を貯めていって、で供物が溜まった瞬間、例えばこれだったら供物100必要だから100溜まった瞬間自動発動するっていう形、それをずっと繰り返す、溜まった瞬間発動、溜まった瞬間発動をずっと繰り返す。で一応これさ2セットつけれるっていう話じゃん。これ2セットつけてもあのセットごとに基本独立してます。なので基本的には、まあ、2箇所つけたとしても基本的にはまああのなんていうかな、その独立してるので、例えばこっちの方でですね、あの他のクラスの魔法を発動させたらあの MP が供物が溜まるってなってるじゃん。でもう一個の場所で、まあ、何でもいいんだけど、例えばこれの 0.3 秒間歩行及び回避禁止をやって25溜まるとするじゃん。それはもう独立したものになるので、あの紐づいてるんだよね、上と下で完全に。なので、まあ、基本的にはですね、その将来のルーンがあの紐づいているものでしか発動しないから、別に鎧で貯めた MP を腰につけたルーンで発動するとかはできないんだよねっていうところなんで、ここが結構なポイントになってくるので、そこによってちゃんと独立した形で一個一個発動できるっていうような仕組みになってますっていうのが基本的なルーンの概要になってますので、こういった使い方をしていくって形ですねっていう感じなんで、基本的に儀式のルーンで MP を貯めて、でそのアクションによって溜まった MP は自動的に溜まっていって、でそこから将来のルーンで自動的にスキルが発動されて、でまたあのゼロにあの供物が戻ってまた溜まっていくみたいな感じになってますので、それの繰り返しでどん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 発動していくっていうところなんで、まあ、あの例えばあのこのさじっとしとくやつあるじゃん、であとウォークライはめるじゃん、でずっとじっとしとくとずっとウォークライやってる自動発動してっていう感じなんで、結構面白い、本当に新しい仕組みで、これめちゃ強いのね。なのでぜひここら辺は本サバになったらガチ勢がいろんなシナジー見つけてくれると思うから、そういったのが楽しくなるんじゃないかなっていう風な話になってますねっていう感じなんで、ちょっと実際にね使ってみようかなという風には思いますね。 0.3 秒間歩行及び回避禁止で、テレポートを使うようにするみたいな感じでしましょうか。あの、ね、結構ね分かりやすいんですよね。分かりやすいので、まあ、それでねやっていければって感じですね。であとはあのもう一個分かりやすいの で、ですね、70m 移動すると供物がたまるっていうやつで、イントンが自動的に発動するっていうのをやってみたいと思います。で、皆さんここ見てください。これスキルバーの上、ここがあのあれですね、あの供物がどんどん溜まっていくのが分かってスキルが発動するっていうルーンのやつですね。でこれで分かる、ここがね徐々に溜まっていくから、画面的にこうなんか上にどん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 濃くなっていくみたいな感じかな。なのでここに注目していただきながら、まあやっていければって感じで、まずはあの何もしないで止まっておきましょう。ずっと停止しとくとおそらく MP が溜まっていくので、はい、あこれ見て見て、これ溜まってってるでしょ、これルーンによってこうやって溜まってってるんだよ。回避と移動しなければ MP 溜まるみたいな。でそれによって見て、これ回避がテレポートになったでしょっていう感じ。じゃあ早速回避ボタン押してみますよ。いきますよ、ドゥーン、テレポートしたっていう感じになるんですね。
で、あとは逆にこのイントンは、70m 歩くごとにだっけな、 70m 歩くごとに MP が溜まるんで、こうやってうろうろしていくと勝手にこうやってイントンの部分が溜まってるじゃん、こうやってイントンの部分溜まってるじゃん、徐々に溜まってって、で溜まってって、でそのうち透明になります、イントンが発動しますっていう形になるので、これこういう風な仕組みになってるんですよね。あ、そろそろ溜まりますよ、はい、イントン発動という形になってます。今消えたよねっていうところなんで、そういう風な使い方になってますので、ここがトリガーとして、あのモンスターボールの上の部分と一緒の儀式ルーンですね。で、儀式ルーンでいろんなもので MP を貯めて、で下の将来のスキルルーンでどんどん発動していく。で、これはもう完全に独立した形で2箇所まではめれると。で、宝石スロットを使うという形なので、まあ武器には残しといた方がいいかな、宝石はっていう風には俺は思う。普通にさ、なんかこうやって武器の、あの強いダメージのやつを入れといた方がいいから。で、あとはまあ、あの HP 補正が防具はなくなったので、自分のメインステータスの宝石を入れとくっていうのがまあいいんじゃねえかなっていう、まあ俺だったら知力だね、ネクロだから今っていう感じになるので、まあ、そんな感じのやり方がいいんじゃないかなっていうところです。で、まあとりあえずあのじーっとしとくと、またテレポートが発動するっていう感じですね。なのでテレポートできるようになるという風な形になってるので、まあ、結構強いよね、ここら辺とか。意外になんかね、あの溜まりもいいし、でどんどん発動できるって感じで。ちなみに言うと、ソーサラーのあれは何ポイントだっけ、結構ね、供物500なんで結構高い方なんですよ。供物500はまあまあ高い方なので、まあ、そこら辺とかも考えると結構、いい感じだよねっていう風な形にはなりますね。で、歩くやつはね、足が速いキャラだとめちゃくちゃいいかもしれない。歩くと MP 溜まるとか、ね、あとはさ、スキルのクールタイムが発動すると、あの供物が溜まるっていうのは、ボーンスピリットとかは無限に打てるから、ビルドを揃えるとね。なのでそれによってガンガン供物が溜まっていく、ボーンスピリット打ちっぱなしで。で、打ちっぱなしによってあのスキルが自動発動するってこと、あの自動的にね。なのでめちゃくちゃ強いっていうのが本当にポイントかなっていうことなんで、そういったいろんなことができるんですよ。で、特になんだけど、やっぱりあの攻撃面で700貯めると、まあ、700ってめちゃくちゃ多い部類なんだけど、まあ、本当にトップに多い部類ではあるんですけど、次の攻撃がオーバーパワークリティカルになる、これマジでやばいから、マジで強いから、ここら辺とかめっちゃおもろいかなと思うけど、1個だけ注意なんだけど、これ全てのスキルだから、例えばイントン、シャドウミスト、テレポート、ウォークライ、まあなんかそのなんだっけ、石の守りだっけ、ドルイズとかだと、そういった守備的なスキルにも反応しちゃいます。これなんかね、イントンに反応してたから、多分使い方注意しないと、結構そっちにあのイントンとかミストとかに使われちゃって、これが透かしちゃうことがあるから、そこは気をつけてくださいっていうところなんで、まあ、そういった形にはなるので、まあ、ぜひね、そういった中でやっていただくと面白いんじゃないかなという風な感じで、結構ですね、いろんな使い方があるので非常にですね面白いんですよっていうのが今回のですね、このルーンというところになってますので、これを踏まえて最後にね、まとめをやっていきたいと思います。で、まとめとしてはまずですね、この試練場に一旦入るんですけど、なんと試練場に宝石屋さんが実装されました。はいここでルーンを脱いだりできるっていうのが非常に便利です。なので、まあ、完全に関係ないとはないんだけど、そういったところでいい感じかなというふうな形にはなってますねっていうのが、まあ、結構面白いかなっていう感じですね。で、ここでボンってテレポートしていくとか、まあ、ただそのテレポートした後、ソーサラーだとスキルとか進化して、そのなんていうんですか、防御力だっけ、ダメージ減少だっけがあったりするけど、それがなかったりするから、そこら辺を考えると、まあ、なかなかっていうところはあるので、まあまあまあっていう形はあるんですけど、俺は結構ウォークライを好んでつけてますね。例えばこれウォークライめっちゃ発動してるから、今ウォークライ発動っつってウォークライ発動してガンガンこうやって、使ってるっていう火力アップをねっていうところになりますね。はい、ウォークライこれじっとしてるだけでウォークライみたいなねっていうのもできるんでね、そういったのも結構面白いかなっていうふうには思いますねっていうところですね。まあ、なのでそういった使い方もできると。で、まあ、今めっちゃウォークライ連発してるのは新しいミシックの能力なんだけど、これはね、この鎧がめっちゃ特別に強かったので、また別動画でちょっとねまとめますわ。そこまで言っちゃうとちょっとね、こんがらがっちゃうっていうかね、難しくなっちゃうので、まあ、そんな感じですね。で、基本的にはスロットが空いているところに入れれます。なので宝石と同じ使い方になってますと。で、まあ、こんな感じでさ、スロットが空いてたらここに入れることができると。で、入れる上限2個です。ルーンのセットはマックス2個しか使えません。
で、形としては上と下があって、上が、儀式で下が将来っていうルールになってて、上で MP 供物を貯めて何らかのアクションで、下の将来のルーンでスキルを発動する。そのスキルがまあ強い。ネクロなのにウォークライ使えるとかで、もちろんね、あのおそらくではあるんだけど、スキルってさ、さっきもちらっと言ったんだけど、進化させるじゃん。例えばあの衰弱があるんだけど、今回のあのやつにもルーンにもなんだけど、衰弱進化させるとクールダウンが短縮っていうのがあるんだよ、幸運の一撃で。多分これとかは載ってないんじゃないのかなっていう感じです。もし違ってたら教えてください。なので一応そのなんかそのメインクラスでメインで使ってるスキルと特性があれやんけってなるかもしんないけど、あのここに関してはそういった一応差ができてるっていうような認識、俺は。なのでそんな感じで儀式と将来をワンセットで組み合わせて、スロット2つついているところに入れてマックス2個まで使えてっていう感じで、何らかのアクションで MP 供物を貯めて、将来のこのなんていうんですかね、いろんなスキルを使っていくっていう形なんで、ここら辺が結構ね、あの強いかなみたいな、イントンになれますと、ネクロなのにっていうような感じですね。なのでここら辺がめちゃくちゃ強いので、ぜひねこのルーンは絶対新しいエンドコンテンツで組み込まれます。で、あの新しいエンドコンテンツっていうのがパラゴンのレベル100パラゴンとかあるんだけど、このレベル100パラゴンがマジで鍵になるので、めちゃくちゃ強いから。見て、このマジックノード 624% のボーナスを付与するとか増幅で、なのであのやばいんですよ。普通にさ、これ見てほしいんだけど、操作障害へのダメージ、あ、これじゃなかったわ、あの制御見たかったんだけど、これか、制御は、あの操作障害へのダメージ 658.9% プラス、気が狂ってるぐらい火力上がるんよ、グリフレベル100。これジアの解体場でやってた血涙と同じぐらい、グリフは上げれば上げるほど火力とかが爆裂上がるから、単純にその上がるなんか濃度の強さとかも上がるから、なんていうかな、どこだと分かりやすいかな、ここら辺とか、あ、これこれこれあのマジック濃度をさ、上げるパーセンテージがレベル100になるととんでもない数値になるのね。なので 624% とか上がるから、負傷した時にダメージ 90% 増加とか、あのマジやばいんですよ。でダメージ 36%、 敏捷性一発で50上がるとか、やばくない？なのでここら辺とかが強いので、ここに行くために奈落周回するし、こういったものも強くなっていくし、その中でルーンが結構大事な役割をなんていうかな、来たしていくみたいな感じになってるから、そこら辺でめちゃくちゃね面白くなってくるんじゃないのかなっていうところで、ネクロも結構3000万ダメージとかを結構出せるようになって、結構やべえ火力になってきてるぞというのもありますので、そんな中で、まあ、このルーン多分かなり強くキャラをしてくれると思うから、ぜひね皆さんねこれやっていただくと面白くなるんじゃないのかなというところでね、今日はねこんな感じにしておきたいと思います。KTR ゲームでこんな感じでディアブロ4の動画ですね、サーバースラムの頃から作ってますので、ぜひ皆さんチャンネル登録高評価でぜひ応援していただければ幸いです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。